当たり前でしょ。何着も買うお金なんてないわ。いいのよ、私は。考えてみれば、めかし込む必要なんてないもの。前にちょっとファミレスでウェイトレスやってみたけど、なんでそっち系なんだよ。だからやってね。たった今あんたを一人目にすることに決めたわ。先輩？人にばっかり聞いてるけど、堤先輩はどうなのよ。先輩のお父さんって？すごいお父さんね。堤先輩がまとも？どさくさに紛れてなんてずうずうしい。ところで先輩の。うん、なんでもない。ヒロの先輩と同じだ。
カメラ回してよ。忘れないでよ。私は撮影に協力してるだけ。個人的なことを普通に堤先輩に話すつもりはないわ。私と千尋は、私たちはいつも一緒だった。生まれた時からずっと。一卵性ソーセージってやつね。一応私が姉だけど、顔も体つきもほとんど変わらないわ。ただ、性格だけは、正反対かも。ほっとけよ。真面目に話してるんだから、余計なちゃちゃを入れないでよ。千尋は今は私のそばにいないの。あの子がいてくれたら、きっと何かが違ってたんでしょうけど。私のことならともかく、千尋の事情を勝手に話すわけにはいかないわ。分かりきったことは聞かないでよ。多分千尋も寂しがってる。プレゼントなんかで、ね、あの子の寂しさは埋められないし、もちろん私もだけど、仕方のないことだわ。たとえ双子でも、私たちは二人で一人なんかじゃない。いつかは離れなくちゃいけなかったんだもの。千尋は千尋で、私は私。自分の足だけで進まなきゃいけないんだから。たとえこの足が壊れかけてるとしても。Thank you.
水木。はい。あんたの買い物？恒例の買い出し。このビデオカメラを抱えた不審人物は何者ですか？ああ、これ？まあそういうことね。我ながらバカやってると思うけど。いえ、というかですね。ではそのカメラで K 先輩のお姿を。いくらですか？いきなり買い取ろうとするんじゃない。あんたも何を商談に入ろうとしてるの。堤先輩の場合、信用しきれないのよ。売ってくれないんですか？当たり前でしょ。あんたはバカなこと考えないの。だってだって禁止。堤先輩、今日の撮影はおしまいにしましょう。私が決めてもいいのよね。じゃあ水木、あんたは時間ある？もうありまくりです。せっかくだから遊びましょうか。あんたとは普段なかなか会えないものね。はーい、私も K 先輩に話したいことたくさん。
私のケイ先輩に変なことしないでくださいよ。それ信じますよ。みずき、何を話してるの？いいえ、何でもないっす。行きましょう。何よ。な、何言ってるの？分かってるわよ。ああ、やっと来た。今日も暑いね。そんなもやしっこじゃいけない。厳しい環境で自分を鍛えてこそ真の男だよ。ヒロ君の家に行こうと思ったんだけどね、電話入れたら夜になるまで来るなって言われて。1秒、怪我一生。
今細かい作業中なんだって。仕方ないからちょっとツッツーに話し相手でもしてもらおうと思って。最近原稿のクオリティどんどん上げてるんだよね。仕事しか見えてない感じ。これからはますます仕事量が増えるみたいだから、私でも毎日は会えないんだよね。忙しすぎて大変なんだよ。この間なんか耳から変な液体が垂れてきたとか騒いでたし。毎月締め切り前はもう全然寝る暇もないくらいだからね。順調すぎるくらいだよ。人気も上がってるしね。充実してるんだよ。でも弘くんはね、ケイちゃんのことを心配してるんだよね。ケイちゃんバスケまでやめちゃったし、まだ吹っ切ってないでしょ。撮影にケイちゃんがまだ付き合ってることに。そうかな。前にね、ヒロくんが言ってた。ヒロくんが好きになる人間ならケイちゃんも好きになるって。ツッツンはヒロくんの数少ない友達じゃん。
ケイちゃんはあれで案外ツッツンのこと気に入ってるのかもしれないってことだよ。もしかするとこの撮影ってツッツンにもケイちゃんにもいい機会なのかもね。にゃ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 。あれ？来たの？どこの言葉よ、それは。今日は小テストが2つもあったのよ。ほんとたまらないわ。聞くな。